これ、これは、うん、はい、ということで、今までバンドル TV ライブではですね、劇場版ね、エピソードブロゼリア1約束のヒット祈願としてエマを描いたり、ダルマを作ったりしてきました。うん、おということでですね、まあ、作ってきたんですよ、こうやって願い事も書いて、はい、ダルマもね、自分たちでメモ書いて、すごい、ね、ちゃんと作りました。ただ、青バラの色だ。その台本にね、その当時、うん、氷川姉妹で氷川神社に奉納に行きますみたいなこと書いてたんですよ。で、言ってんですよ、私も実際に、うん、でも一向にないの で、 そうですよ、ね、スタッフさんに聞きました。あれどうなったんですかって。そしたら今回ちょっともう情勢で行けないので、このご時世、スタッフが代わりに奉納に行きますっていうことです。顔の神社なの、すごい石仮面みたいなもん、のんちゃんのだるま。あ、これのんちゃん作なの。これこれですか。私が作りましたけど、でもね、私ね、思ったの、家帰ってね、あの日、うん、あの後ね、うん、のんちゃんのやつが一番だるまっぽいなと思って、うん、あのね、眉毛つながってるでしょ、はい、そこなの、似てますよね。あ、眉毛つながってるだるまって、ほら、実は一番みんな気づいたか、のんちゃんが一番特徴を捉えてるかもって。そうなんですよ、実は こいつが一番四角いですね。四角 いや、丸ですよ。確かにだるまは四角じゃないでしょ。楕円形だから合ってる、うん、合ってる、うん、ね、このエマもね、そうだよ、みんなそれぞれのエマ、私とアリちゃんが行く予定だったんですけれども、スタッフさんに全てを託します。そうですね、はい、分かりました、うん、お願いしましょう。お願いしましょうか、うん、ということで、ではよろしくお願いします。お願いします。お願いします。以上、ヒット祈願炎コーナーでした。はい。